く、やれやれだ。監禁されていた医者、病院まで運んでいたら、いつの間にかこんな時間になっちまったぜ。おい、アダム。ん、あいた。デコピンだ、おいこらデコッパチ、私は言ったはずだ。待っていろと。ん、ごめんね、でも、僕は、約束したんだ、アメリアを守る。そのためなら、何でもする。何にだって変えてみせる。尊重にばかり頼って、危ないこと、汚いこと、全部してもらうのは、きっと、違うと思ったんだ。って、よく、洗っておけよ。うん、もしかしたら、教会で、アメリアに再会できるかもしれないからね。もしも教会にいなかったとしても、あの医者の話だと、教会は人道回廊の集合場所だったらしいから、アメリア、もう人道支援の団体に連れられて、保護連の外で保護されている可能性が高いよね。行ってさえいてくれれば、僕は、なんとかなる、必ず、迎えに行く、約束したんだから、絶対に守るって。ああ、もしも、お前の言う通りなら、私たちも、人道回廊を渡る手段、考えないとな。尊重。最後まで付き合うよ。どんな結果でも、私は、尊重だからな。人道支援物資のおかげで、コーヒーをボボレンで再び見ることができるようになりました。ほう、コーヒーの供給量改善か。いいね、僕。巧妙に隠していたけど、実はコーヒー愛好家なんだ。いや、知ってたよ。え？コーヒー豆を見るお前の視線は露骨だったぜ。同じような気温の日々が数日間続いています。戦争の被害者の我々に追い打ちをかけるかのように、気温が一気に下がることでしょう。そうか。これから本格的に、ボボレンにも寒波が来るのか。前にも言ったけど、ボボレンの寒波は厳しいからね。今夜、もしも教会にアメリアがいたなら、明日からはここで僕とアメリア、それに。なんだ、アメリアを取り戻せたら、私は追い出されるのか？そうだよな。所詮私は都合のいい女だよ。いや、そんなことはないよ。尊重さえ良ければ、終戦までいてくれたっていいんだ。きっとアメリアも喜ぶよ。いいお姉さんができたみたいって。おう、そうだな。私と3日も生活を共にすれば、お前の娘も見違えるようにたくましくなるに違いない。あんまり、悪い影響がなきゃいいけど。よし、できた、尊重。ん？これ。尊重の椅子だよ。いつも僕ばかりが椅子に座っていたけど、明日からはここを使うといいよ。尊重。空を眺めるのが好きみたいだから、窓際の見晴らしのいい場所に置いてみたんだ。ありがとう。実に狙撃されやすい絶好の位置取りだな。あと、これも、やっぱり必要だよね。尊重のベッド。ごめんね。僕は一生バーバラの旦那さんだから、たとえ尊重とはいえ、他の女性とベッドを共有するってわけにはいかないんだ。ありがとう。なんか含みのある言い方なのが尺に触るけど。アメリアがまだ街を離れていないなら、彼女は教会にいるに違いない。そうだ、確か。こっちに、砲撃を受けるまで使っていた、小動物用の罠があるんだよ。あったあった、これに肥料を設置して。と、よし、ボボレンには、ネズミはもちろん、アライグマなんかの外来種も多いんだ。戦争が起こる前までは、厄介な存在だったけど、食料の少ない今のボボレンジャー、いてくれて本当にありがたい。ああ、ただ、私では、あまり上手に解体はできんのだが。僕が覚えるよ、バーバラのように、上手じゃないけどね。さて、これで、今できる範囲で、僕らの家、ちょっぴりだけど、グレードアップできたかな。本当は、肘掛ケースなんかも欲しいんだけど、それは、泳いでいいか、村長もいるんだから、村長になら、安心してアメリア、預けられるし、これからは、夜にはまた、僕が探索に行って、物資を集めてくるよ。ああ、そうだ、村長、ギターって、弾けるかい？ああ、まあ、多少はな。そう、なら、どこかで手に入れてこられればいいね。アメリアは、お絵描きも好きだけど、音楽も好きなんだ、ほら、僕に似て。彼女は芸術家肌だからさ、アメリアは、今回、ものすごく辛い体験をしたけど、それをこれからの人生に生かして、幸せな将来を歩んでほしいんだ。勉強でも、絵でも、音楽でもスポーツでも、何でもいい、好きなことを見つけて、バーバラの分も、笑って、生きていって、ほしいんだ。ねえ、村長。なんだい。僕、そんなに贅沢なこと、望んでいるのかな？僕の家、砲撃で、こんなありさまだけど、
どうでもいいんだ。そんなことは。なあ、アダム、この絵、アメリアが描いたものだよな。うん、これが僕、これがアメリア。そして、右にいるのが。バーバラ、お前の女房か。うん、バーバラがいなくなって、アメリアの病気が、まだ悪くなる前に、彼女が描いたんだ。その頃には、アメリア、絵を描く以外に、ほとんど話さなくなっちゃったから。アダム、お前とアメリアには、ちゃんと色がついているのに、母親、バーバラには、色がないな。うん、クレヨンが足りなかったから。いや、違うな、わかるだろ、アダム。自分にとって、大事な人間がいなくなると、世界が、比喩ではなく、本当に色褪せたように見える、わかるよな、アダム。うん。アメリア、まだ10歳だよな、アダム、お前の娘は、本当にすごいよ。尊重。だってそうだろ、いきなり戦争とかよくったらねえ理由で、学校も友達も、家も母親も失ったんだ、食い物もない、薬もない、ダニだらけのベッドで、いつ砲弾が降ってくるかもわからない状況で、アダム、こんなむさ苦しい親父と一緒に、ここで耐えていたんだものな、すごいよ。本当に。うん、うん。そして、アダム、お前も、よく頑張った。いや、僕は。よくやったよ。お前は、最善の方法じゃなかったかもしれない。もっとこうしていればと、対岸にいる人間は言うかもしれない。だが、よくやったよ、本当に。よくやったよ。ありがとう、尊重。アダム。うん。もうそろそろ、夜が更ける、支度しろ。うん、準備 OK さ。いいか、アダム、お前は、バーバラの旦那で、アメリアの父親だ、絶対に忘れるな。尊重？今度は絶対に、保護にするな、約束だ、絶対に、忘れるな。お前は、一人じゃない、たとえ、私がここに来なかったとしても、そんな可能性があったとしても、それでもお前は、決して、一人なんかじゃ、なかったんだ。なんだ、これ、うん。無数の死体だ、人道回廊を求めて、ここに来た人々なのか、凄まじい刺繍だ。やはり、人間こそが、モンスター。頭部を、背後から撃たれて、死んでいる。処刑だな、人道回廊には、反乱軍の人間が混じっていた。だが、市民に紛れた反乱軍を、確実に特定するのは難しい。だから、政府軍の連中、一番手っ取り早い方法を取ったんだろう。アメリア、まさか僕の娘も。見たところ、男も女も、赤ん坊から老人まで、ことごとく皆殺し。虐殺されているが、10歳くらいの子供の遺体はない。気持ちが。アダム、気をしっかり持つんだ。大丈夫。大丈夫だよ。これが、あの医者が言っていた、古い教会か。人の気配がするぜ、入る前に、中を確認してみよう。ひどい、怪我人ばっかりだ、あの、柱に寄りかかっている人が、神父さん。どうやら、政府軍の兵士じゃなさそうだ、おそらく、教会正面で行われた、ジェノサイドの生き残りか。アメリア。すいません、お静かにお願いします、ようやく眠られた方もいますので。すまない、人を探しているんだ、あんたが、この教会の神父で間違いないか。はい、その通りです。アメリアは、あなたは、確か、あの、神父さん、娘のアメリアを探しているんです。どうか、彼女があの虐殺に巻き込まれていないと言ってください。安心してください。神よ、彼女はここにいます。会いに行ってください。私の祈りは彼女と共にあります。尊重、やったよ、アメリア。この教会にいるんだ。まだ、人道回廊を渡って、ボボレンから離れていなかった。間に合ったんだよ、尊重。大声を出して、随分元気そうだな。よかった。すいません。いや、ひどくなったら、ここに来て、助けてあげられるから。看護師。いや、あの手際は医者か、教会に常駐しているのか。そうか、あの女医さんが、きっと、アメリアの世話をしてくれていたんだね。
教会に医者がいるのなら、村長。僕らの拠点も、教会に移させてもらえるよう、神父さんにお願いしてみようか、アメリアも。きっと、その方が安心するはずだ。教会内に、アメリアらしき子供は、いなかったな。これだけ大きな教会なんだ。きっとこっちに別館があるのさ。あれ、この場所は、アダム、しっかりしろ。僕は、私は、俺は、ここに、来たことがある。具合が、刻一刻と悪化している。頼む、死なないでくれ。絶対に、助けてみせる。おい、アダム、アダム。記憶が、蘇ってきた。アダム。村長、おかしいんだ。ありもしない記憶が、頭の中に蘇って、ああ、なんてことだ。覚えている？ここには、薬があるはずだ。ダメだ。あの医者が唯一の希望だ。助けられなかった。アダム、やはりか。アメリア。アダム、もう。アメリアが、呼んでる。あの医者は？お願いだ、彼女を救ってくれ。残念だが。もう、遅い。あれが？アメリア。もう、ずいぶん、前に、埋葬、しちまったのか、これでは。もう、アダム、すまない、私は。アメリア、そんな、嘘だと言ってくれ、バーバラ、俺は、約束を、守れなかった。アメリア、君を必死に、守ろうと、したのに。
おい、おい、起きろ、朝だぜ。飯はできている、食え、もう今日で一週間だ。安心しろ、麦がゆだ。私の故郷では、体調不良の時にはこれを食うのだ。ラジオによると、まだまだ、この冷え込みは続くらしいぜ。先見の明があったな。だが、そろそろストーブ一気じゃきつくなってきたぜ。それに、薪も、今燃やしている分と、ほれ。今入れた分、これで終わりだ。アダム、お前が斧で、そこら中の家具、叩き壊して作った薪も、そこを尽きたぜ。フランコも、この雪じゃ来れんだろうし、今夜あたり、一度探索に行って、燃やせそうなもんを見つけてこんとな。村長、村長。だけで、行ってくるといい。僕は、ここに。また飛ぶつもりだろ。アムネシアのバラ、雪で埋もれちまったな。いいんだ、もう。残念、まだ息があった花は、室内に避難済みだ。さて、もうすぐ夜更けだ、行くぜ、アダム。もう、構わないでくれ、僕に。そんな価値はないんだ。村長、ありがとう。本当に、でも、すまない、無理なんだ、もう。わかるんだよ、ああ。もう、無理だなって。アダム、あのな。あ。あのな。わかった、わかったよ。アダム、私はここを立つよ。明日の朝日を迎える前に。うん、村長。ごめんね。約束、守れなくて。なあ、アダム。なんだい？最後に、お前の娘に、挨拶に行かないか。のまずくわずだ。もう自力じゃ、墓参りもできんだろ。それに、この寒波だ。お前も、もうすぐ、思えば、そう、そうなんだよな。ここで、ただの市民が叶えられる望みなんて、それだけだものな。お前の命だ、使い方は、お前が決めるべきなんだ。すまない、柄にもないこと、するもんじゃないな、すまない。私は、自分が、情けないよ。運んでやる、行くなら、家族のそばで行きたいだろ。せめて、それくらいはさせてくれ。僕、ちょっと、匂うかもしれないけど。いいさ、もう加齢臭にも、慣れた頃さ。死なない人間なんていない、誰の人生も、同じように終わるのだ。そんな世界で、人と他人を区別できるのは、生き様と死に様だけだ。だから、アダム、お前がここで終わろうというのなら、私に止められる道理はないぜ。だがな、お前の選ぶ死に様は、お前の妻や娘とは、まるっきり違う。バーバラもアメリアも、理不尽に戦争に巻き込まれて、病に侵されながらも、全力で生きたのだ。アメリア、敗血症がどれだけ苦しいのか、私にもお前にも、想像すらできんだろ。末期の敗血症患者にはな、モルヒネが使われるのだ。わかるか、この意味が。わかるよ、だって、僕はずっと、そんなアメリアを隣で見てきたんだから。わかるわけねえだろ。いいか、薬もなく、ろくな栄養もない、手を握ってくれる母親もいない、そんな環境で。いいか、10歳そこらのてめえの娘はな、全力で生き切ったのだ。あ、アメリア。アダム？ここで死ぬのは許さん、絶対に許さん。夜眠るのも朝目覚めるのも地獄だろ。いっそまた忘れちまった方が楽だと思うだろ。だが、それでも、それでもなんだよ。アダム。そのでかい図体が、寿命を迎える日まで、全力で生きろ、しっかり生きてから死ぬんだ。バーバラとアメリアがそうしたように、それしかねえんだ。結局、人間にできることなんて、それしかねえんだよ。アダム、尊重に言えるのはこれだけ、これ以上ガタガタ抜かすのなら、
そのファミコンみたいな頭。一発度ついて、無理やりにでも連れて行くぜ。村長。なんだいなんだい。ごめん。アムネシアの、植え替え、手伝ってもらっても、いいかな。もちもちろんろんだ。